皆さんこんにちは、がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は話題の糖尿病の薬、がんも防ぐというお話です。今回はですね、話題の糖尿病の薬が、がんのリスクを下げると、そういうお話なんですけども、ある特定の病気の治療薬がですね、他の病気に思わぬですね、効果を発揮するということは珍しいことではありません。一般薬の中には、がんのですね、予防効果があるものや、あるいはがんになった時の生存率を高めるというようなものもあります。例えばですね、以前の動画でお話したように、アスピリン、スタチン、それからメトホルミンと、こういう一般薬はがんのですね、発症リスクを下げる、あるいはですね、がん患者さんの死亡リスクを低下させると、そういう報告があります。最近ですね、話題になっている糖尿病の薬があります。これはですね、 GLP-1 受容体作動薬といって、トルリシティや、オゼンピックというですね、皮下注射の薬や、リベルサスというですね、錠剤があります。でこの薬が効くメカニズムについて簡単に説明しますと、食事をとってですね、血糖値が上がると、小腸からですね、これインクレチンというホルモンの一つである GLP-1 がですね、分泌されます。でこの GLP-1 は膵臓に働きかけてインスリンを分泌させます。でこれによって血糖値が下がるわけです。ところがですね、この GLP-1 は DPP-4 という酵素で切断されるために、すぐにですね、血糖値を下げる効果を失ってしまいます。つまりですね、寿命が短いわけですね。そこで開発されてですね、この GLP-1 受容体作動薬なんですけども、これは体の中でですね、 GLP-1 と同じ働きをします。しかもですね、この DPP-4 で分解されにくいために、血糖値を下げる効果が長く持続すると、そういう特徴があります。この GLP-1 作動薬なんですけども、なんで話題になったかというとですね、こんな風にニュースにもなったんですけども、ダイエットにですね、すごく効果があるので、痩せ薬としてブームになりました。このためですね、品薄となって、本来のですね、糖尿病患者さんに届かなくなったと、そういうことで話題になりました。今回ですね、この GLP-1 作動薬とがんとの関係が明らかになりました。今年の12月にですね、ジャーマオンコロジーという雑誌に報告された論文です。これは短めのですね、レターという形式の、速報のようなですね、論文なんですけども、糖尿病の薬とがん発症率の関係を調査した後ろ向き研究です。これはアメリカのですね、電子カルテの会社が保有する、大規模なですね、臨床データベースから、およそですね、120万人の2型糖尿病患者さんについて情報をですね、抽出しました。これらの患者さんはですね、いろいろな治療を受けていたわけですけれども、処方されていた7種類の糖尿病薬でグループ分けしました。でこの7種類とはですね、 GLP-1 受動体作動薬、メトホルミン、インスリン、DPP-4 阻害薬、SGLT2 阻害薬、スルホニル尿素薬、アルファグルコシダーゼ阻害薬、そしてチアゾリジン薬でした。そして平均15年間追跡して、大腸がんの発症率の関係を調べました。つまり、どの薬でですね、治療を受けていた糖尿病の患者さんが大腸がんになるリスクが低かったのかということです。その結果ですね、 GLP-1 受動体作動薬による治療を受けていた患者さんのですね、大腸がんの発症率は、インスリン治療を受けていた患者に比べて 44% 低下し、またメトホルミンによる治療を受けていた患者さんに比べて 25% 低下していました。以前の研究ではですね、このメトホルミンもがんのリスクを下げるということが分かっていますので、GLP-1 作動薬の方がさらにですね、このがんのリスクを下げる効果が強いということを示しています。また一部のですね、過体重、肥満のある糖尿病患者さんでは、この GLP-1 受動体作動薬はインスリンやメトホルミンなどに比べて大腸がんのリスクをですね、大幅に低下させるということが分かりました。最近ですね、いろいろな研究から、GLP-1 にはですね、インスリンを分泌させて血糖値を低下させる作用の他にも、全身の臓器に対して、様々な作用があるということが分かってきました。例えばですね、肝臓に働きかけて、脂肪肝をですね、改善したり、あるいはですね、脳の神経を保護する作用、それからですね、心血管
肝や腎臓にもいいというようなことも分かってきました。ですからこの GLP-1 受動体作動薬には、糖尿病の治療に加えてですね、他の病気に対する、予防あるいはですね、治療効果が期待できるというふうに考えられています。で今回ですね、糖尿病に対する効果のみならずですね、大腸がんのリスクを低下させると、そういう結果が出ました。今後ですね、さらに多くの研究によって、他の種類のがんや病気に対する、この薬のですね、ポテンシャルが明らかになっていくというふうに思います。はい、というわけで話題の糖尿病の薬がんも防ぐというお話でした。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルではがんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とTwitterフォロー、ぜひお願いいたします。